やるんじゃないの？あ、で、へへへへへ。高いのは10万円以上するのもあるよ。ドヒで落ちませんか？落ちません。あ、みんなごめんなさい。あと数メートルなのにたどり着けない。次どこ行こうか。あれ、なんか忘れてない？楽器だ、楽器。おお、しまった。あ、へいへい。ユイ、どれがいいか決めた？私も中古のドラムセットねぎってねぎって。もう一声。もう一声。店員さん泣いてたぞ。すごいですね、なんか憧れます。憧れる要素がどこに？いつもいろんな方からいただくんだけど、家に置いていても余らせてしまうから。いろんな人から余るほどお菓子をもらう家ってどんな家？流れる雲を数えてる。これって職業病？こら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 。やっぱり職業病だ。ギターのお値段負けてもらえないでしょうか？あなたは社長の娘さん。ではこんなもんで。もう一声。おっさやーっと。ゆいちゃん、お菓子お菓子。そんなもので機嫌が治った。あ、危ない。アンプのボリューム下げる前にコード抜くとそうなっちゃうんだよ。早く言って。気をつけないと指がスパッと切れて血がドバーッと。ミオちゃんが悲鳴を。痛い話はダメなんだ。まあ練習しているうちに指の先が硬くなるから血が出たりすることはないよ。ほら、本当だ、プニプニ。あの、もういいかな。もうちょっとだけ。C がこうで B がこう。ゆい。お。あ、のどかちゃん。何それ、新しい挨拶？図書館で中間テストの勉強してたから。へえ。中間テスト？それもコード？高校になって急に難しくなって大変だったわ。そうだな。そして。もっと大変そうなやつがここに。今回は勉強の仕方が悪かっただけじゃない？そうそう、ちょっと頑張れば追試なんて余裕余裕。勉強は全くしてなかったけど。励ましの言葉返せこの野郎。そしたらここにいるのもまずいんじゃ。大丈夫だよ、お菓子食べに来てるだけだし。そっか、それなら安心だ。あったせなんで。はじめまして、妹のウイです。姉がお世話になってます。スリッパをどうぞ。できた子だ。あの、皆さんよかったらお茶どうぞ。買い置きのお菓子で申し訳ないんですけど。本当にできた子だ。あ、漫画。あ、そっか。足がしびれた。ちょびん。どうやって中に入ったものか。また負けた。馴染みすぎ。っていうかまたって。どうしよう、ミオちゃん。え、またダメだった。100点取っちゃった。お母さん、こう。みんなのおかげだよ、本当にありがとう。いやー、それほどでも。お前は何もしていない。じゃあ C、 Am7 Dm7 G7 って弾いてみて。はいはい。どうしたの？
忘れた。